皆さん、こんにちは。今回は高円宮嗣子様の衝撃的なスキャンダルについて調べてみました。嗣子様は高円宮家の長女で、1986年3月8日生まれの現在34歳。親位は女王で、継承は殿下です。小等幼稚園から学習院初等科、女子中等科、女子高等科と、いわゆる皇室エスカレーター式の学歴を歩まれていました。学習院女子大学国際文化交流学部に進学されましたが、2005年3月に中退。代わりにイギリスのエディンバラ大学に入学し、犯罪心理学などを学ばれます。当初は短期留学のつもりが、エディンバラ大学を本科生として卒業することを決意。学習院女子大学を正式に退学して、留学期間を3年間延長したのです。しかし結局、単位不足でエディンバラ大学も卒業できず、2008年7月に留学期間満了で帰国し、9月に早稲田大学国際教養学部に1年生として入学し直します。そして2013年3月、27歳にしてようやく早稲田大学を卒業。現在は日本ユニセフ協会の常勤の嘱託職員としてお勤めです。かなり型破りな学生生活を送られたのがよくわかりますね。特に嗣子様が世間を騒がせたのは、イギリス留学中の2005年から2008年頃、19歳から21歳の頃でした。自身が運営する SNS ミクシーの存在が明らかになり、その内容があまりにも奔放で衝撃的だったのです。そのミクシーでは、ニックネーム嗣名義で、昨日はね、アジアンてか日本人と中国人ってめっちゃ騒いだ、王様ゲームやったけどロケ一切なし、カップルがいたためでつまんなかった、05年10月24日の日記、好きな人がゲー、終わってる、06年1月20日の日記、私も親さえ良いなら胸にヤモリの入れ墨入れたいんだけどな、間違いなく縁切られますからね、06年8月1日の日記、タイプかっこかわいい年下、携帯版プロフィール、彼氏三角関係、むしろ四角関係の末泥沼化して終わった、リバ波乱万丈、嘘、携帯版プロフィールなど、皇族としては考えられないような赤裸々な内容を綴っていたのです。さらに驚くべきは、胸にイモリのタトゥーを入れた写真まで公開されていたこと。プロフィールには他にも、タバコやめた、でも昨日友達が吸ってたの一口吸っちゃった、好きな男性のタイプ、こっち来てから外人の魅力にはまりました、エミだって全てが超自然なんだもん、最近密かに興味があること、国籍によってキスやエッチの仕方が違うのかどうか検証中です、いやてかマジで違うから、世界平和に必要なのは男タトゥー、彼なら間違いない、ここだけの話、年下男ねに飽きてきました、などなど皇族らしからぬ発言の数々が並んでいました。またミクシーの日記には、性病への不安を綴ったものまであったそうです。バカみたい、超後悔、病気移されてたらどうしよう、マジで神様に祈るしかないです、日本が恋しい、日本に帰りたい、髪に赤メッシュ入れたんだ、さりげないから結構お気に入り、ダメだ、マイライフイズソーファックドアップ、パーティー後に書かれたとみられるこの日記からは、かなり危険な交友関係があったことがうかがえます。ことの発端は2007年2月8日号の週刊文春でした。英国留学中の高円宮少子女王が記したとされるミクシーの日記に赤裸々な内容を週刊誌が報じ、波紋が広がっている。嗣子様の奔放ぶりを表す記述が次々に見つかった。ミクシーのページやホームページの日記やプロフィールが、嗣子様ご自身が作成なさったことを編集部として確認しております。根拠につきましては、紙面に書いてある通りです。週刊文春はこう報じ、
同時に宮内庁に事実確認を求めました。ところが宮内庁は当初承知していませんと回答。しかしその後ミクシーからはつぐの自己紹介文や顔写真が削除されたのです。事態の深刻さに宮内庁も動かざるを得なかったのでしょう。2007年当時、つぐ子様はエディンバラ大学に在学中の20歳。文春の取材に対し在学生の一人はこう証言しています。つぐ子様のジャニーズ好きは有名でした。特に嵐の松潤、松本潤やニュースのファンで、きちんとチケットを買ってコンサートにも出かけたそうです。その影響か妹の綾子様も嵐の相葉まさきくんが好きだと言っていました。ただ綾子様は今はもうジャニオタを卒業してエグザイルのファンだそうです。つぐ子様と綾子様は性格も無邪気で元気な似たようなタイプなんです。真ん中ののりこ様は二人とは正反対の大人っぽい落ち着いた性格でとてもしっかり者です。つぐ子様の奔放さは母久子様譲りなのかもしれません。久子様も若い頃は芸者姿で雑誌に登場するなどかなり自由な感覚の持ち主だったそうです。学習院のつぐ子様の同窓生の親が言うには、久子様は同窓会などの集まりで「なのよ」などとても気さくな言葉遣いで話しかけてくれるので、こちらも敬語を使うことをつい忘れて「そうなの」と答えてしまうとのこと。そんな母の影響もあってか、ミクシーでの発言はかなり奔放なものばかりでした。やーばーい、浮気したって彼氏が日本語喋れないことをいいことにもろ公表してるけど、こんなん彼氏日本人だったらサイトバレ怖くて書けねえ。05年1月23日、昨日スクールディスコ制服で行かなきゃならないクラブに行って帰ってきたら朝4時とか、こっちで彼氏と一緒じゃないクラブは久々だったから別れたからね。なんか楽しかったけどね。05年9月28日、特に男性関係については赤裸々に綴られており、浮気や別れ、複雑な恋愛事情などリアルすぎる内容に読む人を驚かせました。また別の日記には、ああやっちゃった、久々の成り行きってやつ、笑いいんだけどね、めっちゃ楽しい夜だったけどね、けど布団が他人の匂いなのがやだ、自業自得ですが、昨日のパーティーは最近マジでマンイーター化してて、男を片っ端から選ばず食ってるとある友達に呆れたけど、基本は楽しかった、知らない人といっぱい知り合えてよかったに、けど寝すぎなんだかなんだかハイパーです。06年3月19日、などと男性と関係を持ったことを匂わせる記述も、一般人の感覚からすれば単なる若気の至りで済む話かもしれません。しかし皇族という立場では到底許されるものではありません。こうした行状を受け、エディンバラ大学を中退に追い込まれたのは必死だったと言えるでしょう。ちなみにつぐ子様といえば、2002年に亡くなった父高円宮典仁親王の葬儀に茶髪で出席されたことも大きな話題となりました。眉毛が細くギャル風のメイクだったことから、皇族としてどうなのと物議を醸したのです。ただまだ10代で最愛の父を亡くされたばかりだったのですから、この一件に関してはそっとしておいてあげたかったですね。英国から帰国後、つぐ子様は早稲田大学国際教養学部に再入学。時間はかかりましたが、2013年3月、27歳にしてようやく卒業にこぎつけました。現在は日本ユニセフ協会の常勤の嘱託職員としてお勤めです。かつては王様ゲームやビバハラン万丈と言っていたつぐ子様も、今では仕事が楽しくてバリキャリを辞任するほどすっかり落ち着いた様子。髪色も地味になり真面目そうな雰囲気になっていますね。そんなつぐ子様ですが、現在38歳、そろそろ結婚の話題が取り沙汰されています。交際が報じられているのは大手金融機関のシンクタンクに勤務する一般男性。過去にも何度か
都内のデート現場をスクープされていて、かなり順調に関係を深めているようです。雑誌記者によれば、実は年内にも長女の嗣子様のご婚約も発表されそうだと伺っています。久子様は急いでいらっしゃるそうです。嗣子様のお相手はかねてから交際されていたメガバンク系シンクタンク勤務の男性と聞いています。お二人のデート姿は週刊誌で何度か報道されていますが、順調に仲を深められているそうです。妹ののりこ様、あやこ様に続いて嗣子様も早くご結婚の報告ができることを願っています。さて、嗣子様といえば英語力にも注目が集まっています。3年間もイギリスに滞在していたのですから、かなりのレベルなのは間違いないでしょう。エディンバラ大学では犯罪心理学などを学ばれていたそうですからね。母久子様は日本一美しい英語と言われるほどの英語の達人。嗣子様も負けずとも劣らない英語力を身につけているはずです。残念ながらまだ公の場でのスピーチ動画は見当たりませんが、海外訪問などのご公務の際にはその英語力を存分に発揮してくれるのではないでしょうか。妹の綾子様は2017年7月の日華友好日本庭園設立50周年式典で英語スピーチを披露。原稿を読みながらでしたが、全体的にとてもリラックスして自然に言葉が出ていました。嗣子様の英語スピーチもぜひ聞いてみたいものです。お母さんの久子様は3人の娘たちに対して独自の結婚観を教え込んでいたそうです。高円宮家に近い関係者によると、久子様は皇族として恥ずかしくない立派なお相手を見つけなさいと娘たちに口癖のように言っていました。そのためか、嗣子様、典子様、綾子様は皆結婚に関してはかなり慎重なんです。これまでにも何人もの男性と交際してきましたが、なかなかゴールインには至らず、まだ自分の将来の片割れとは思えないとあっさりと別れてしまうことも多かったそうです。母久子様の理想の結婚相手像はかなりハードルが高いようですね。嗣子様も例外ではありません。過去には建築家の男性や外資系企業に勤める会社員、公務員など様々な職業の方とお付き合いされてきました。しかし仕事が忙しくてなかなか会えない、価値観が合わないなどの理由で結局は長続きしなかったのだとか。そんな嗣子様がここに来てようやく運命の人に巡り会えたのかもしれません。現在交際中とされるお相手はメガバンクのシンクタンクに勤務する30代半ばの男性。宮内庁関係者が明かします。嗣子様とその男性は数年前に知人の紹介で出会ったそうです。第一印象はあまり芳しくなかったようですが、何度か会ううちに仕事に対する真摯な姿勢や誠実な人柄に次第に惹かれていったとか。お二人は週に1から2回のペースでデートを重ねており、将来を見据えた真剣な交際をされているようです。すでに両家の顔合わせも済ませており、結婚に向けて着々と準備を進めているのだとか。華やかなイメージのある嗣子様ですが、理想のお相手は意外にも地味な印象。奔放な嗣子様のことだから華麗なる玉の輿に乗るのではと思っていましたが、実際に選んだお相手は真面目一筋のサラリーマンだったんですね。もしかしたら若い頃に自由奔放に生きてきた分、落ち着いたら真逆のタイプに惹かれるものなのかもしれません。仕事人間と言われるほど多忙な日々を送っている嗣子様にとって、仕事を理解し支えてくれる存在は心強いはず。お二人の前途に幸多からんことを願っていますと皇室ジャーナリストは語りました。かつて自由を満喫した嗣子様ももう38歳、皇族としての自覚を持ち一家の主婦となる日も近いのかもしれません。継ぐ時代を知る人からすれば覚醒の感がありますが、それだけ嗣子様が成長された証なのでしょう。これからの嗣子様の活躍からますます目が離せません。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。
それではまた。